バラス・フレデリックス・スキナーはアメリカ合衆国の心理学者で行動分析学の創始者。B.F. スキナー、または B.F. スキナーと表記されることが多い。20世紀において非常に影響力の大きかった心理学者の一人で自らの立場を徹底的行動主義と称した。スキナーは系統的に行動主義心理学の一員で他にトールマン、ハル、 ガスリーなどがいる。スキナーは自由意志とは幻想であり、人の行動は過去の行動結果に依存すると考えていた。もし過去の行動結果が悪いものであったなら、その行動は繰り返されない確率が高く、良い結果であれば何度も繰り返し行えるとの立場に立っていた。これをスキナーは強化理論と呼んだ。スキナーは 行動強化のために強化理論を用いることをオペラント条件付けと呼び、その強化度を測定する尺度として最も適切なものは応答速度だとした。彼はオペラント条件付けの研究のためにオペラント条件付け箱を発明し、これは好きな箱として知られている。さらに応答速度測定のため速度累積レコーダーを発明し、これらを用いて心理学者、 チャールズ・ファースターと共に様々な業績を残している。またもともとは小説家志望であったことを反映してか、小説の執筆など作家活動も行っている。代表作はソローのウォールデン森の生活をした時期に心理学的ユートピアを描いたウォールデンにペンシルベニア州サスケハナデポ生まれハーバード大学卒業ミネソタ大学 インディアナ大学の教職を経て、1958年からハーバード大学心理学科、エドガー・ピアス・プロフェッサーを務めた。1968年にジョンソン大統領よりアメリカ国家科学賞を授与されている。1990年に白血病で死去。人を含む動物の行動をレスポンデントとオペラントに分類し、パブロフの条件反射を レスポンデント条件付けとして、また、ソーンダイクの試行錯誤学習をオペラント条件付けとして最低式化し、行動分析学を体系化した。彼の方法は、機能的で徹底的行動主義の立場に立つ。外側から観察可能な行動に限らず、人間が行っているすべての行動を研究対象として反応強化し随伴性、参考強化随伴性の 枠組みから、オペラントと環境との関わりによって行動が形成、維持、抑制する過程を分析した。ワトソンの古典的行動主義、や、ハル、トールマン、ガスリーラの新行動主義と共通しているような誤解を受けることが多いが、行動を心の科学的な研究ができるまでの暫定的な研究対象と考える前者の立場とも、認知などの内的過程を推測して、 媒介変数を積極的に取り入れる校舎とも大きく異なっている。また、認知や感情の存在を否定したと誤解されるが、こうした媒介変数を行動の原因とすることを否定しただけであり、随伴性の結果として生じる状態であると考えていた。また、直線走路を用いて研究が行われていた時代にレバーを押すと、 自動的に餌が出てくる仕掛けを施したネズミ用の箱型実験装置、スキナー箱や反動の記録装置として累積記録機を考案。スキナー箱は、その後、様々な実験動物用に改変され、薬理学や遺伝学の研究にも活用されている。その後、理論化したオペラント条件付けの教育適応用としてのプログラム学習と、これを具現化した、 ティーチングマシンを開発。後のコンピュータ支援教育や CBT、WBT といった個別学習方式に少なからぬ影響を与えた。さらに、米海軍と共同でプロジェクトバトを行い、動物を機器の制御装置として用いる研究を行った。現在、スキナーの業績に基づいた実践理論は応用行動分析として発展し、会社組織での人材育成や学校での 学習教育のほか、発達障害児の支援教育、カウンセリング場面や、イルカ、冒険、犬などのペット動物の訓練技術として幅広く応用されている。ありがとうございます。